お疲れ様です。今日はね、また視聴者にこんな同じネタやんって言われるかもしれんけど、はい、トラックをさ、前さ、はい、盗みますみたいな、あー、はい、盗まれて、でカンタが盗まれたやん。そうですね、うん、まあ教育で鍵買っとかなあかんよねって。やっぱ車って鍵だけじゃなくて、せめてエンジン切っていけよと。だってそりゃそうだろ、会社の資材、はい、泥棒だったらもう格好の餌食だろ。トラック盗んでたら材料全部パクれるし、トラックもまあ安くまあ100万円そばになるでしょう、うん、まあそういう中で粒子あいつが今日3件多分解体なんだわ。まあ結構ハードだね、今日多分撮影きついと思うんだよね。そういう中でまああいつのどうせコンビニ寄るだろう1件もら昼時ですもんね。昼時だもんな。ちょっと現場見に行こうわ。そうですね、改善されてるんですかね、その動画以降。ちゃんと鍵をかけてるのかっていう、その確認にもなりますもんね。そうそう、教育動画って言っても視聴者に何も教育なんて出ねえよって怒られるけど、まあそうですね、心がけとるのは俺も結構一人で、まあセミナーまではいかんけど、やっぱちょっと経営者としてとか、俺らと別に普通の人じゃん。まあうちの社員もそうだけど、職人もみんな普通の人なんだけど、こうやって頑張って成長して、はい、まあこの間ミッチが辞めるっていう動画も撮ったじゃん。そうですね。でまたあいつもこれ一人動画じゃなくて挑戦していくのも動画で追いかけていくんだけど、はい、みんなこうやって成長が分かるようなね、はい、でどうやって俺が考えてこういうこと言ったとかもできるだけみんなに伝えていきたいなと思うんだけど、そういう中で車を盗むことが教育っていうことを俺が言おうと思うと、はい、ちょっと恥ずかしいかな。そうです。視聴者の勉強になるようなね、はい、ザ勉強みたいなセミナー動画だとやっぱみんななかなか見んなと思って、こういうさりげなく突っ込んでいくじゃん。そうですね。で見とっても勉強になるし面白いしっていうのを心がけてやってんだけど、はい、まあいろいろあったろ。この間のなんだ南原さん、南原さんに食い込んだやつもあるだろ。そうですね。であれもう、ああすごいな、行動力すごいなとか書いてあったじゃん、はい、まあ確かに。でもそれの繰り返しなんだよな、今の俺があるって。普通の凡人よく言うようにコメント欄にもよく来るけど、はい、こいつ全然仕事できんじゃん。本当にそうなんだ、仕事なんだ別に大してできんでも経営者がやれるし、はい、行動力だよね。厳しさとか社員に言う厳しさとか嫌なこと言える厳しさっていうかさ、はい、ここら辺だろう。もうちょい奥ですかね。もうちょい奥です。あ、俺がいます。あ、トラックあれ、あ、そうそう、あれでも、まだ時間だいぶやってるな。まだ大体いい時間だ、11時だ、もう終わってるかなと思ったけど、あれなんかでも1個奥の家で大変なんだな、あれ。あ、奥の家、なんかそんな感じだったら正面だって解体でって家なかった、足場かかってなかったろ。そうですね。もした感じじゃなかったもんな。はい、運んでっから時間かかっちゃうんですよね。とりあえず待機、まあ、とりあえず今日はここの公園で、はい、社長一人寂しく公園でぶらり旅っていう切り替えましょうか。切り替えますか重要ありますかそれ重要ないかもしれない再生のみんなかもしれない。もうバットめっちゃつけますよ。バットいっぱいつけるお前バットつくは言い過ぎだろ言い過ぎっすかね。これどこつくか積み込んでましたね。積み込んどるって貼っとくとこないもんな。そうですね。じゃあちょっといい話しようかな。はい、まあ今こうやってじゃあ芝藩って、まあリュウジなんかちなみに19ぐらいで来たのか20歳ぐらいかな。え、そうなんですか。20歳ぐらい。ミッチが18、ミッチの1個上で地元の先輩なんだ。多分2人同時で来たと思うけど、はい、動画の中で巻いたことあるけども、リュウジって本当にまあ遅刻もシーンって言っとってこないたまたましたけど、はい、で1回も休んだことない。体丈夫そうだろ。風邪とかひいたことない。そうですね。もう1年に1回悲観みたいな。でも優しい性格じゃない、動画の中でも出るように。そうですね。だからさ、経営ってさ、まあいろいろあると思う。ミッチみたいなちょっとお調子者タイプって、はい、空気入れられたら「よしやりますわ」みたいな「じゃあやってみます」っつってで、まあちなみにね、リュウジって安全牌だから「いや」みたいな YouTube やる時も一番反対したんだわ。あ、そうなんですか。いや俺らが需要ないでしょって思うわけよね。俺がセミナーやったって言ってことしてもそうじゃん、はい、俺みたいなね雑魚経営者がセミナー動画なんか上げて誰が見るんだみたいな。で経営って本当そういうことだと思うの。こうやってトラックのことで、はい、怒るとかさ、教育する。こんな俺が怒っていいのって現場でもない絶対に。みんなね、視聴者のみんなも多分、まあ俺は特に人間関係のことすっごいうるさいから、はい、お前それ注意しろよとか悪口言うなよとかって友達に言えんくない、ね、いじめっ子がおっていじめられっ子がおって、はい、何も言わない9割だろ。でもほとんどの人そうなんだよね。でミッチーって例えばまあそういうことを言えるタイプじゃん。で今あいつ、ねうん、あいつって動画の中には出てない部分もあると思うけど、やっぱアンチも多いように社員アンチも多いんだよな。寝坊とかも多いし、ちょっといい加減なとこもあるし、はい、なんでそんなにあんなにあいつが責任者やってどうなのみたいなとこもあるわけよ。だからリージ、はいまあ、マッチョが今回、まあ、あいつがね、まあ、視聴者の中で知らない人も多いかもしれないけど、まあはい、そのうちの足場班の責任者がまあ会社辞めるわけだな。そうですね、まあ、辞めるっていうかクビやめるよね。辞めさせる辞めさせる、まあ勉強のためもあるよ、はい、まあいい意味で修行してこいって言って、まあ、1年で戻ってこれるなら戻ってこいって根性、うん、叩き直したら戻したら上って、はい、でまあ立派な社長になってほしいとか立派なリーダーになってほしいと思ってるから、でこうやって飛び出した時にあいつはいっぺんやってみたいって、例えば他のやつにお前にもそうじゃん、はい、じゃあお前ちょっと一回 YouTube チャンネル一人で解説してみるとか言ってみたらどう思う？ちょっと焦りますね。そういうチャンネルにするからやれる？やってみます。じゃあやれよ、今決めたから。マジですか？もう当たり前だわ。サブちゃんみたいな感じで。そうそう、俺ら出し抜きだぞ。抜きっすか？うん、お前俺ら以外に誰か出す人は別に自由だよ。お前のチャンネルだから何もルールはない。コラボ依頼よ、俺は。だろ？そうなるだろ？はい、そうですね、カメラ的にはお前やりますじゃあ。ちょっと格好つけただろ。いやまあはい。だからそれと同じ。みんなやろうと思えやれるっていうか、いややれないやつはおるよって言うけど、はい、逆に言えば誰もできんわけ。っていうかやれないのが普通だから、はい、だからやるんでしょって。お前も YouTube やれるんじゃなくてやれないんからやれって言ってやれるんだったらやらんでいいや別に。だから龍神たちにそれ何って言うとミッチが抜けるって言った時にみんな反対したわけよ。はい、まあこいつでもこのままおったらダメになるぞっていい意味で差が開きすぎちゃってる。だから龍神たちも成長になるし、俺にとっては損だよ。あいつが辞めることで俺にとって何の得もないでしょ。そうですね、うん、もう責任者任せてる。そうそう、今日明日お金だけで言ったらなだけど、まあ今回こうやってなるってことは、まあ俺はまあみんなの成長に、まあ、爆速もイケメンも、はい、その龍神の下におってさ25、6じゃんあいつら。だから視聴者の中でもそうやって思ってる子がおったらどんどん飛び出していればいいし、はい、こういう時期だからこそやめれるってあるじゃない。これ動画一本になっちゃうんじゃない？車に住む前に。そうですね、もうセミナー動画ですもん。車に住まなかったな。こんないい話した後にそのままバレてないか、これバレるかな、わからんだろこれ多分。結構距離ありますよね。もう行きますよ。あんまりすぐ置いてくれたらやばいな。もう信号青になっちゃいましたよ。心配すんな。すいません。はい。見ていいだけだ。危ないですね。逃がさんぞ。いますね。あ、ちょうどアルファで来てかましてるか、はい、後ろは見えんでな。ああ、そっか、後ろ絶対見れんもんね。いや、大丈夫ですかね。よっぽど変なことしか言えないわ。あー、ちょーもー今池まで来ちゃいましたね。どんどん会社から離れていくか。あいつら何バレとんちゃうかこれ。あいつら結構お茶業ってすんな。そうですね。あ、その動画にしんもう逆にコンビニ行かんで。あ、もう乱暴運転。乱暴運転だよなあいつら。そうですね。ちょっとランボルギーニ風だよな。ランボギーニだよな。ランボギーニ。ランボギーニ風だよな。クールザー？あのセブンとかですか？クールザー？あ、セブン。あ、夜だ。これセブン行きますよ。あ、知っとるわ。入った入った入った。入ったぞ。次は。はい。どうしよう。でもどうするんだ。あのハイエースの間のとこ、あ、プリンス止まってる。あ、やばいやばい。とりあえず行きようか。そうですね。顔になれ。すごい。スクランブル式構成、こんなちっちゃいところにスクランブルいかないやろ。名古屋ドームだねな。やばい、本当に兄ちゃんがやばい。もう切ったらお前視聴者の皆さん、ただの俺のこの間のサッカーの説教動画になっちゃう。あ、やだ。髪の毛が生えてる。お前何映しとんなこら。いや、せっかく生えたから。生えてねえし、ついただけだし。乗ってるだけだし。根っこねえし。ここ曲がれますね。初勝負だな。そうですね。上着着ててよかったな。まあいっか、このままいけるか。はい。あ、社長。もう行ったら。乗った。あれ？どうしたんですか？鍵がねえわ。寒い。鍵がねえわ。どうする？でも開いてましたよね。開いてるけど鍵がねえ。あるかな。ほら、まだ来てない。まだ来てないです。まだ来ます。バイザーだ、バイザー。ああ。してるないないですか？ねえわ。失敗じゃないですか。失敗だ。お前1時間ぐらい撮ったんだろ。だってマジですか？ねえわ。うわ、教育できんだよ。教育されちゃってよ、視聴者から俺がこんなとこ駐車すんなって言ってされちゃって、おいお前最悪だな。なんて言ったら鍵開いてることでイチャモンつけるかまた。そうですね、アンチコメントがこうが何しろよ、てめえ保険なんか使わせるぞって言い張るか。ちゃんと閉めろって、スマルトに保険どうすんじゃいって、保険高なるだろいって、またアンチが開くんかんでバカだ。なんでおるんすか？鍵抜いとってなめとんか。お前の鍵抜いとるせいでお前動画にならんだろお前。鍵じゃないとまたカータみたいに盗まれる。確かにそうですね。いや、これかなと思ってさ。チャルがやと思って。あ、鍵差しとけよ。お前何やってんすか？鍵差しとけよって。盗みに来たんすかトラック。長めに。しかも現場の外でお前1時間ぐらい待ってたら30分40分ぐらいか。そうですね。僕のさっきの現場っすね。ずっと待ってましたね。もう途中から出たけど。ああ、俺の髪の毛がかわいそうだわ。どうする？とりあえず絡むか。とりあえず何言って絡む。お前こんなもんお前な。鍵お前やって扉開いとってお前盗まれたらどうすんだお前。鍵なかったら盗めない。保険使えばいいってもんじゃねえぞお前。保険料高なるだろ。これまだですな。あっち巻いとるまだ。やってくれちょっとお前が弁解してくれよね。いつまでも書かれるんだよね。そうですね。まあいくらじゃあ。これだけだ。ボツやわ。じゃあな。あ、じゃあ最後。あ、まああとね求人どうぞ。まあ今建設業も本当に暇になってきましたけど。はい、マッチングでもう150社ぐらいは募集もかかっとるし、うん、登録も300社超えてます、ぜひ500社までは無料なんで、ぜひそちらの方の登録と、あと外気塗装とお客さんのマッチング、はい、これもまだ今限定的に名古屋とか東京大阪ぐらいかな 5都市ぐらいでまず募集、50社までは無料限定でね、でお客さんとつないで、ほんとこれも普通のマッチングってさ1割とか取られるけど、まあ本当に安くやろうと思ってますんで、ぜひ登録お願いします。お願いします。まだみでーす。